久しぶりの空港な気がする。釧路空港着いたよ。すごい、こんなに大きいの。わお、涼しすぎる。東京が35度とかだったけど、今多分ここは25度ぐらい。晴れてるよ。しかも空港のお手洗いの水がめっちゃ冷たかった。真冬ぐらい冷たかった。そんなん最高じゃん。レンタカーを借りて移動します。トトロの道。すごい、鶴だ。違うよ、フクロウかな。足湯曲がっていただきます。わぁ、おぉ、湖。わーい、広い。違う、シャワーかな。もうシャワーだね。すごい綺麗。こんな感じです。広々とした、すごいとっても素敵なお部屋ですね。フリードリンクがめっちゃ入ってる。ビール、お茶もあった。さっき買っちゃった。これを冷やそう。これはボトルとかを冷やすやつ。今日ビール冷やしながら持ってきた。これはね、マッサージチェア。自動コース決定。おお、おお、ちょっとちょっとちょっと。先に大浴場に行ってきます。北海道限定、これは初めて飲みます。美味しい。結構さっぱりしてる。見た目によらず。みゃうみゃう。夕飯を食べに来ました。すごい、鬼滅みたい。美味しそうな前菜。今日のメニューはこんな感じ。懐石です。いただきます。オクラ、美味しい。オクラ結構いっぱい来るね。お作りから鍋の焼き物からの煮物からのお肉からのご飯、すごいね。大好きなエビ。おいしい。北海道産のウリ。優勝。うまっ。エビー、ボタンエビー。うん、おいしいよ。手をほどいていただいて、すだち軽く絞っていただいて、はい。うん、おいしい。おいしいセット。うん、おいしい。ごちそうさまでした。今からちょっとだけ散歩します。うわー。自然と共存しながら暮らしを営んできました。ストーリーの途中から参加することになった場合は、次に伝承。それはこの土地と同じくらい古い物語。戻ってきたよ。夜はすごいまた綺麗だね。綺麗。お水をお待たせいたしました。ありがとうございます。大っきり。マフィーにお待たせいたしました。ありがとうございます。こちら金太的にお使いください。今帰ってきたよ。寝ます。おはようさん。朝ごはんを食べに行ってくるよ。あ、美味しそう。いくらだ。こちらが銀だら。
美味しそう。そしてこれが海苔なんだって。わあ面白いね。炭、いただきます。うわ美味しそう。アサリの味噌汁、何から食べるか迷っちゃう。インドラ美味しい。湯豆腐。昨日の夜どうしても思い出したい曲が思い出せなくて、お父さんの車でずっと昔聴いてた曲があったんだけど、本当に思い出せなくて、あまりにも思い出せないから電話したら、12時ぐらいに電話したの。そしたら、こんな時間にそのためだけに聴いてくる娘いるかよって言って笑いながら怒られた。何の曲だったかっていうと、今井美樹のプライド。あの曲をね、ずっと替え歌して歌ってたから、私がお父さんに、あの替え歌してた曲なんだっけって聞いたら、一瞬で思い出してくれたから、やっぱさすがだなと思ったね。もうこの話なんて二十何年もしてないからさ、覚えててくれてるのがすごいよね。何の話。この海苔の佃煮大好き。ご飯にちょんちょんってつけて食べる。朝からモリモリ。今度はイクラ、イクラを乗せて食べよう。上だけかなと思ったら、ここの下まで入ってる。海苔は忘れてた。パリパリよ。もうちょっと食べちゃおう。すいません、お茶のおかわりとお味噌汁で、こっちに買ってきたりする。大丈夫ですか？じゃあ、お味噌汁いただきたいです。はい。ごちそうさまでした。今日は、あいにくの、じゃじゃん、雨です。ありがとうございます。ちゃんとくっつけないとダメだ。アメンボが浮いてる。メリーさんの匂いがやばいね。いくよー。ほっつる、あ、ほっつる、あ、食べる。よしよし、いけ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 。あー食べられちゃった系か。これこれさ、餌が取れちゃうね、すぐに。よしいくよ。来た。よし釣れます。よし釣ったよ。待って釣ったよ。針を引っ掛けなきゃいけないから、針のところにちゃんとしっかりつけなきゃダメ。行くぜ。よしよし。あ抜けちゃった。しゃべない魚。ああああ落ちた。唐揚げになったよ。マシマシ食べちゃおう食べちゃおう。の魚がこんなになっちゃった。うん、隣の旅館に今日はチェックインします。到着。お風呂がすごい広い。よいしょ、こんな感じ。サウナと露天風呂と大浴場に行ってきます。これ昨日行ったやつ。よし、じゃあ入ってきます。ほう、いい湯だった。急いで空港に来て。お疲れさんセット。